というでやってきました。プレア銀座。お通じは中継ね。あんなチャンネルでは見られないこのテンションの高さ。いやいやこれ。よよよって感じでした。噂のカンナのおじいです。タケルです。キングです。キレがいいですよね。でしょうね。自分で考えてますからね。キングです。こんな感じ。今の採用で。というのでやってきました。プレア銀座。いやもう初めまして、ね、初めまして、いつもよく見てます。私もいつも、あの人だ、あの人だ。ポップオブザポップさん、キングです。王城坊主、王城坊主、王子です。こんななの。もっとひどいです。もっとひどい。言い方や。脱力しつつ真面目に喋りつつ。全員声ちっちゃくないですか。あ、松本です。今日はマケルがキングに治療してもらえるということで、ありがとうございます。どうなんですか、実際症状としては。栗ですね。飛行機に乗ったらやられてしまいました。やられた、はい、飛行機乗らなくてもやられてますね。さっきお通じもやばいもんね。そうなんですよ、お通じも便利です。上田先生に会うっていうちょっとプレッシャープレッシャーなのかストレスなのか。いや、ストレスじゃないですよ。10年ぐらいは悩んでて、そう、10年ぐらいの便秘で、神経質なり治療し、はい、治療していただいて良くなるんですけど、ちょっとしたことでまたちょっと、はい、グズグズに。じゃあやっぱストレスの原因が今日ここにいらっしゃる。いや、原因なんだ。ストレッサー、ストレッサー、ストレッサー、久々に言われました、ストレッサー。はい、じゃあ行ってみましょう。次回この辺りバカチンガ。さっきそれやったから、ちょっと足んなかったんですよね、さっきの。足りてます。あー、取れた。体の動きチェックしてみましょう。頑張ってください。首、右左、巻き左、ね、まあ硬いね、反対。え、本当ですよ。いや、ちょっと待って、もう一回右向いて。これひどいですね。硬くないですか。左向きは。いや、向けてる方です。あ、そうなんですね。右が行かない、右行かない、はい、上向きどうですか。上はまあ行くけど、これね、こっち右ですか、はい、はい、あ、向けますね。向けるでしょ。こっちをやると向けなくなる。左、多分こっち向け。あ、本当だ。これがデフォルトや。ここに11円貼ってください。はい、10円と1円貼っててください。そこはセルフサービスですね。右左向けにくい人は10円と1円でね、改善できますから。10円と1円合わせます。10円と1円で、10円が合うですね、手を握って線があるとこ、後傾っていうツボですけども、首行きにくいほど反対側に10円とその上に1円あります。これ OK、はい、見てみてください。おー、行きますね。おー、あ、お嬢で、お通じとかだとね、背中もこわばったりもするんで、手を合わせて右ひねって45度くらい反対向きは、いい方ですね。いいね。お恥ずかしい、まあ、30度、30度くらいですね。やばいですね、はい、お通じは11円で開通します。通じも11円で、はい、人差し指と親指の間ですね、この甲骨骨、ここに10円貼ります。ピッと、はい、で、左足ですね、2個目と3個目の間に1円貼ります。これ、うんち出ます。はい、結構体も楽になってます。でもなんかそんな感じがします。押してみましょう。じゃあ右、ひねってみましょう。はい、はい、おお、いいね、反対も引いて、おお、すごい、いいね、首とか全体も胃腸から来てるね、ベンデールのツボで、うんちょ、ガッ、あんなチャンネルでは見られないこのテンションの高さ、お待ちでーす、そんな入りなの、いや、そうなの、ああ、おお、はい、上田先生にダメージ。ちょっと下です。あ、はい、下。一回出してもらって。ヒーム、ね、広いですね。
これなんですよ。あ、これね、これやる。うわぁ、うわぁ、うわぁ、肝臓と胃に来てます。ストレスさがよく。いじっていい人じゃないですからね。そうですよ、皆さん。あの新旧診療会がざわざわします。そうです。骨盤のバランスが悪そうなのキープしてみて。ダメそうだね。全然力キープしてこっち力、ね、あ、こっち入ります。こっち、はい、もうダメだね。やっぱね、大小って肝臓の毛がここはここへ、ここに、ね、テスターの脳があります。内科っていうんですね。はい、内科、はい、あ、すごい、ちょっとまだちょっと最後の方がちょっと、はい、でも全然ここにずらします。はい、ここで取れたね。あ、取れました、取れました、はい、ということは、すごい、力入る、はい、はい、あ、いいじゃないですか。全然あります、はい、全然あります。いいですね。で、これ外します。はい、不思議な時間に取りしてるんです。これやばい、これぐにょぐにょですよ、これ。いいですか、やばい。失礼します、牧野先生。はい、なんかにこれ何ですか、これフォーラップですよ。これフォーラップ滞り、肌ツルツルっすね。あ、本当です、本当です、本当です。初めて言われた。本当ですかってな、聞いたことあるけど本当です。今日切れてますね。気合い入れてきてるんでしょうね、今日は。いろいろ準備してるのが、なんで。あ、切れます。もう今の、失礼します。あ、本当だ、本当だ、すごいね、早いね、すごいね、すごい、あ、全然全然大丈夫だということで、通じは、あ、これです。えらい、今日短い針調子ですね。短い。いや、これはここは20センチいけない。ちょっと響きます。はい、お水だけでも。いますか、サムネとか。ちょっとアップでいいですか。これ響くんですね。これ響くの、この針。ちょっとまだ刺さってないんだよ。中がでもぐるぐる打ってます。腹筋で針入れますか。腹筋で針。あ、見えない。サムネ用で。いや、なんちゅう顔してる。いやいや、これはこれサムネ用で。かわいそうって何ですか。はい、ありがとうございます。そんなにギムと痛いですから、ね。あらららチューニングみたいな。あらら、はい、入りました。わぁ、すごい。いや、全部入りましたね、すごい。9センチ、9センチ。5分ほどお休みいただきます。はい、はい、では5分経ちました。ありがとうございます。全然違います。いい感じですよ、はい、普段ね、患者さんに貼ってると思いますけど、あ、そうですね。今日ちょっと新発見しまして、なんか最近ちょっとぼーっとしててパワーが出ないなと思って、そしたらスマホで、あの、松尾さんにいただいたエアタグを名刺入れ、スイカと財布とあとカバン3つぐらい使ってるんですよ。ということは僕の周りにも Bluetooth がブワーって回ってて、はい、多分これが影響かなと思ってエアタグに全部4件貼ってたんですよ。あ、そしたら超スッキリして、へえ、アルミ貼ってるんです。それと、あの、指先に何かしてもらった方がいいんじゃないですか。いや、それはやめといた方がいいと思う。やめといた方がいいとこもいいですよ。178ページに1回やっちゃダメだって。 1P いっときます。 1P ダメです。 4P までいけますけど、ダメです。 OK、 はい、はい、じゃないですか。おお、はい、では、ちょっと通ってます。はぁ、はい、はい、行きまーす。あ、もうだいぶ行きますね、はい、はい、きつい感じもないです。ないです、ないです。じゃあ、まあ、面白くないんで。変顔ですか、変顔ですか。変顔何のフリなの。いや、面白くないからって言うと。もう一回右向き。今お通じゃない、もう自分出るの左向きです。
右行かないんで、これだ、これです。ここに針します。ああ、これね、ちょっと8倍太いんで、いつもより。あ、太い針なんですね。はい、よ。それ右向いてみて。おお、すげえ。多分2周ぐらいできる。あ、2周、あ、2周がすごい。ね、そんなできない。オッケーです。いや。すげえ。何が何だかみたいな感じ。あ、なるほど。そこがあの全枚式になってるんですね。あ、これです。これ。首です。いやいや、ねじ切れそう。首の運動です。いいですね。はい。どうでした？よよよって感じでした。どういうこと？ん？ん？もう一回いいですか？よよよって。よよよって感じだったんですね。さっきの刺激はよよよって感じだったんですね。よよよって感じです。はい。なるほど。はい。まあね、針師は、はい、まあ、もちろん首凝ってる時にこういうとこやるのもいいんですけど、大元の原因、胃腸から来てて、胃腸の調子悪くて出張とかで、そして、まあ、首にも来て、首って大腸とか胃とかと繋がってるんで、今日はその治療して、で、さらにちょっと動きを良くするために、首の運動やちょっと刺激します。運動、活動が良くて。これで、バッチリです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうしたんですか？指輪だね、俺の指が。もうちょっとひどい。もうちょっとひどい。あんまりこう。って。あんまりこう。いや、生まれたんですよ。完全にバランスでしょ。わざわざね、お越しいただいて、はい、いや、でも本当ね、上田先生に治療してもらえるなんて貴重ですから。いや、本当にありがとうございます。よかったです。顔すっきりしました。いや、めちゃくちゃすっきりしてます。よかったです。はい、はい、ストレッサーじゃないです。ストレッサーではないです。まばたきしないのは声です。今上田先生はあれですかね、新規の患者さんって見られてるんですか？今は見てないですね。ご紹介で、まあ、タレントさんとかもちょっと見させていただいて。時間的に見る時間もですね、なんか取れないっていうのもあって で、ね、まあ、でもブリア銀座さんでも優秀なもん鍼灸師の先生たちが見ていただけますので、ちょっと安くなったりしないですか？大丈夫です。体験は5000円からです。マジですか？はい、5000円で最初は見ていただけますので、もちろんあの1回で治療が完結するって話ではないですし、まずはどういうものなのかっていうのを体験して、やっぱ5回ぐらいを継続しないとこう改善っていうのは難しいので、相性ってあるから。そうですね、どうしてもストレッサーに感じる方もいらっしゃいますし、なかなか合わないなっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、まずはこう受けてみないとわからない。そうですね、女子スタッフもいますね。でもブリア銀座さんすごい立地もいいですし、中が綺麗なので、女性の方はね、ぜひ一度来ていただきたいという鍼灸院ですので、詳しくはあの動画下の説明欄に貼ってますので、チェックしてみてください。今後もですね、こういった動画をお届けしていきますので、よろしければ評価ボタンやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。メガネをかけたまま施術されるんですね。メガネかけたままなんだ。あ、溶けます。いや、どっちも。手かけたままじゃなきゃ。ちなみに患者さんを見るときはメガネかけません。あ、かけてるときもあります。どういうことそれ。それはおしゃれなんですか？アップで映るときはメガネかけてた。見えないんです。え、見えない。目が悪いんだ。大丈夫、目が悪いんだ。あの、もう会話噛み合わないで進めてもらって全然。何て言うか分かんない。